ちょっとシート変わってますね。シートが。はい、行くで。ちなみにね、この2人はね、幼稚園からの同級生でございます。そうですよ。はい、こんにちは、ひよこちゃん。昼からね、ひよこちゃんね、ダックスに乗っていただいてね、二人乗していただこうと。私のダックス。そうそう。私のダックスに、ちょっとね。あの、ダックス、シート変わってますね、シートが。そうそうそう、変わった。あ、これな。そうそう。足つきもちょっと良くなったよね。ちょっと、真ん中で見てください。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、それ。うん。そう。ちょっと良くなった。おー、ええー、な。あ、ちょっとつくやん、さっきな。うん。ほら。今日はこれね、ちょっと二人乗りしていただいて、ちょっと走ってみましょうか。まあ、もう、だいぶ上手になったから、私も大丈夫やろ。大丈夫そうですね。うん。はい。もう、プロやからね。もう、プロやからね。ちょっとシートのね、ちょっとあの、座り心地とか。うん、ほんまやな。バイクの怖さを教える感じですよね。そうなったらまずいからね。そうなったらまずいから。そうなったら、うん、はい、そうそう。じゃあほんなら行ってみましょうか。おっと、逃げた。何でそこやんみたいな。よ私がバックしよう。そう、大きいな。顔動いてえな。なんでそんな後ろにおるんや。バックショーの分かったの。私のバックショーの見えとったのに、なんでそこにわざわざ置いたの。何を考えとんや、あんた。こっちが言いたいわ。何を考えとんやって。ようこよし。またがって。あれ、行っとくだろ。またがっていいで。めっちゃ広い後ろが全然上がらへんねんけど、これセンタースタンドが、センタースタンドじゃあサイドスタンドなんで上がらへんの。あの、もっと右に傾けてやって。なんで上がらへんのこれ。セタンの後から全然信用しとね。あの、ロータリーミッションに変わったからな。さっきまでこれリターンの音だけど、ロータリーやで今から。あ、そうそうそう、はいはい、大丈夫です。はい、行きますね。はい、うん、おっと、今度佐藤くんがないから。怪しい。あ、リュートだね。はい、行きます。行くで。はい、あ、ちょっと待って、これ、はい、行くで。大丈夫。あ、ちょっと今大丈夫、行きまーす。間違えた。何か間違えた。明日つかんとそのままな、そのままの時よ。そう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 。そうそうそう。いや、私じっとしとったらいいんやろ。そうです。そう、あ、じっとしといてくれた方が。え、横田くんの足が乗るより軽いやろ。うん、全然軽いからいいんや。そう、私はね、ここではミッチェルさんなんでね。あ、ミッチェルさんごめんね。そうそうそう。もう横田くんで言うのがいい。別にいいんやけれども、はい、ここまでどうですか。日本だって声ね。ここまでどうですか。めっちゃ安心安心安心イメージね。安心安心よな。全然安心やで。安心と安全のひよこでお送りします。いや、ひよこちゃん、いや、信用してんで、やっぱり。楽しいやろ。じゃあちょっとスリルやけど、どう、ミッチェルさんと私たの違いは、厚みが違う。細い。ここがちっちゃい、もうなんか壁がない前の。ああ。そうか、風よけになってないじゃん。もう結構風来るな。マミさん、ニーグリップでしょ、ニーグリップ、マミさん。これ？じゃあ、ニーグリップ、膝。
膝太ももでな、ひよこちゃんのお尻を挟めぐっと。そう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 。なるほどね。ほなこう一体感が現れるよ、一体感が。なるほどね。そうそうそう。なんかチャカさん乗せとる時より緊張するのかな。あそう。いやなんで？いやチャカ先生こけてもまあまあ大丈夫やろいうのあるけど。そうやな。うん、女の子が絶対にな。乗せるっていうのをなんかそう、あそういうこと。そう、絶対キズモにできへんやろ。そうそうそう。さんでいっぱいどうですかシートの乗り心地は、あの2人乗りそのバナナシートね。いいねシート、なうん、ようなったような感じせんへん、この座り心地。こっちの方がええな、うん、なんかツルツル感がなくなって残って、あなんかええな、ストッパーになって、うん、ケツが滑らへんか。そうそうそう、久しぶりにこのグロム乗ったけれども、やっぱいいですな、このグロムも。ええやろ、うん、ちなみにね、この2人はね、幼稚園からの同級生でございます。そうですよ、まさかこんな私が乗せるな。そうやな、ほんまに。一番ちっちゃかったひよこちゃんが唯一私よりちっちゃい子やったな。そうそうそう、前からワンツーやで。例えばな、タイムマシンがバーッとあったとして、バーッと小学校に戻ってな、あの、はい問題です、この中で女の子でバイク乗る子がおります、さてどの人でしょうっていう問題があったんですか。絶対ひよこちゃん言われへんわな。ひよこちゃんでん、言われへんわな。絶対名前でん。でんな、でん、一番でんへん。一番乗らなそうもやもんな。小さいし、ほんまでも偉いな、大きなって、ほんまに大きなったよ、ひよこちゃん。大きなった？大きなった。151ぐらいにはなってやんか。卒業するとき140なかったな、うちら。なかったな。マーミさんのバイクを買いま買いまって。え、結局そこ？そうなんだ。でもタツオくんのモンキーで、しかもミッション取らなかった。そうやで。あんまり変わらへんで、別にミッションももうオートマもあんまり。うん、時間ちょっとだけ、ちょっとだけ変わるぐらいかな。オートマとかやったらもう2日で行けるとか言って、うん、まあオートマ取って例えばのハンターカブもろてもええしな。赤いだろ、赤いな。これな。うわ、煙が、うわ、すごい、うわ、はい、すごい、うわ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 、わわ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 プロやわ。安心しております。大型自動二輪もひよこちゃんいけるな。いけるな。うん。で、そってゼファーになる。怖い。ちなみにひよこちゃんがね、欲しい大型自動二輪、あのゼファーの7班なんですよね、ひよこちゃんはね。そうそう、そうなんです。かっこいいでしょ。いや、かっこいいわ。なんかすごいええやな。なんかこんなことになるとは思わなかったな、ほんま。うわ、すごいええ景色、ほら。さっきここで降りたんか。そう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 。そうそうそう。すごいな。金地ダムでございます。こう長いでひよこちゃん、コーナー。これ多分今日のが絵の撮れそうでひよこちゃん。ほんま。ああ。頼もしいよな、あなたが運転、二人乗りして。頼もしい、頼もしい。すごい、うん。すごいな、余裕が感じられた。余裕感じると。そうだ。とか、達郎くんやったらどんな映画撮れよったやろな。待って、犠牲者やん。いや、犠牲者やってない。もうな、こけること前提みたいな言い方やな。いやいや、そう。いや、まあ、まあ、マーミさん、次乗ってよ。次、俺の後ろ乗ってよ。次は、みんなが認めるからな。俺まだ認めてない。認められてない。みんなが背中を押してくれたら行くよ。怖い。まあ、確かにな、ひよこちゃんの方が運転うまいから。はい、なんとかね、無事に何
んかもうあと少しで到着しそうです。あと少しのとこが中年貴重な体験やな、ひよこちゃんの後ろ乗るからな、うん、いいよ、うん、恐ろしいな。いや全然恐ろしくないで。そうたまにカクカクするけど多分ギアチェンやな、ギアチェンとか難しいやね、ギアこれな、クラッチないからカクンとならへんように合わせるやな、うまいこと。なるほど、それはな、うん、それミッチェルさんやっぱり。ミッチェルさん滑らかやった。そうやな。さあさあここに入れたら、ここはちょっと怖いかも。斜めになってもええ。うん、ええで。降りるとき降りてって言ってな。ちょっと待って、私はいつ降りる。いや、ちょっと待ってよ。タイミングで降りよう。ちょっと高く高く。ちょっと高く。どうしたらええ。降りて。オッケー。ええで。いた。よかった、無事降りれて。着いた、よかった。よかったよ。面白かった。面白かった。面白かった。安定しとったね。嫌いになってない。嫌いになってない。ないないこれひよこちゃん、このシートどうでした？このバナナシートのこの二人乗りの。これなん、ええで。滑らへんし、二人乗りやから余計良かったな。滑っていかへんから。ほう。クッションもええで、これ。成長しましたな。成長した？うん、成長した？いやなんか二人乗りしてもまあちょっと後ろから見とってまあ多分大丈夫やないいう感じで見とったんですけどね。うん、安定しとったろ。あ、ほんま。うん、じゃあ達夫君より上手になって。多分あのミッチェルさんもひよこちゃんの方が安心して見とったと思う。じゃあ次は達夫君。次はまあ僕の後ろ。次近いうちまた乗ってもらったらもっとバイクの楽しさが分かると思う。近いうちだ。バイクの楽しさ分かるよね。うん、はい、そうそう、はい、ということでひよこちゃん今日ははい、ということでお疲れ様でした。プロのひよこ誕生でした。プロのひよこちょっとお人に教えなあかんぐらいになってきたな。あ、うん、二人乗りの仕方教えれると。そう、運転の技術とかな、うん、そんなのもちょっと教えていかなあかん。分かりました。まあ、また僕も教えてもらおうと思います。はい、教えてあげましょう。